歴史的な開国から数十年、文明開化の大号令のもと、極東の島国にまさに今西洋文化の大波が押し寄せていた。活気に満ち溢れる帝都の民は変化革新の熱気にむせ返り、その変化に戸惑う者も飲み込んで、時代は大きなうねりの中にあった。そして今、そんな時代を舞台に一つの物語が幕を開く。大いなる旅立ちの冒険。ここだけ見ると裁判関係なさそうだけどな。こうしている今もまだとても信じられない。一見何の変哲もないこの控え室から一歩出た先に、ほんの数時間で僕の運命を決する大法廷があるなんて。大法廷、小法廷もあるのか。お、係官なんだ。いえ、そんな目で睨んだ無駄だ、この憎べき人殺しめ。俺とんでもない重罪人じゃねえか。すいません。お、僕の名前はなるほど龍之介。大日本帝国帝都有名大学の2年生か。大学2年生か、若いね。今から3年前、恐ろしい事件に巻き込まれて、今こうして裁きの始まりを待っている。待て、この人だけ風が吹いてる。係官、今の暴言見逃すわけにはいかぬ。なんだ貴様は。俺は弁護士だ。この被告人の弁護を担当する。どっから風出てんだろうな。弁護士だと、多分首の裏の襟の部分から出てんだろうな。そういう作業服あるもんな。本日の審理が終了して最終的な判決が下るまではこの者を罪人と呼ぶことはできるのか。係官といえど無礼は許さん。あ、この時代でまだ刀あるんだな。理屈ばかりこねよって、頭でっかちの大学生風情が。大学生なんだ。お、まともなに屈たらこねられるな。貴公の頭よりはよほどいい。貴様もそう思うだろう。なるほど龍之介。おお、なんか髪型特殊ですね。気になるな。めちゃめちゃ動くんだよな、あの鉢巻き。本当にすまない、アソーギ。君に迷惑かけてしまって。アソーギ、かっこいいの名前。うん、今帝都の新聞には毎日貴様の名前が踊っている。多分ブレイクダンスかなんかしてんだろうな。有名大学の教授惨殺猿、仕立て人は同学年の学生か、同大学の学生か。だがこの事件、貴様の仕業ではないんだ。論持ちだ、信じてくれ。僕はやってないんだ、殺人なんて。それならばうなだれるな。顔を上げろ、背筋を伸ばせ。なんかこの頃すげえなんか武士っぽくてかっこいいよな、この時代って。俺は貴様を信じている。なるほど龍之介。僕の親友麻生里一馬、同じく有名大学の2年生だけど、はっきり言って僕とは大違い。帝都学府が誇る優秀な人材だ。うん、何しろ学生の身でありながら弁護士。早すぎる。早すぎる。この日本に弁護士という制度ができたのはほんの数年前のこと。司法の場ではまだまだ小さな存在だ。今はまだな。この頃って裁判とかが一応あったのかな。あったはあったけど、もう現状の証拠として手に入ったもので
もう罪の重さを測る場所だったのかな、なんていうか捕まった人は懲役100年か1年かみたいなのを決めるのが裁判だったのかな。それで最近弁護士っていうその罪を軽くしたり無罪を勝ち取ったりとかするっていう人が現れたってことなのかな。3日前確かあの時も言ったけど、麻生理、僕は友人として君を誇りに思うよ。3日前、いやすごいな、でも学生で弁護士か。どういう試験とか受けるのかな。やっぱりあの時事件は始まっていたんだ。あ、普段からそういう格好なんだ。これどうやって消すんだろう、ウィンドウ。海外留学が決まったもんね。こいつの行くところ常に謎の熱い風が吹くという伝説の男、松岡修造みたいだな。でも頭に鉢巻き巻くやつは大体情熱的だからな。俺はこの国の司法を変えたい。だからそのために大海原の向こうにある本物の司法制度をこの目で見たいのだ。大英帝国、僕も見てみたいものだな。あ、イギリスのとこってことか。なんだったら貴様も来ればいい。言葉わかんないと怖いし。でもたまにすげえ行動力あるやついるよな。なゴールデンウィークの1週間利用して海外行ってきたわとかいるもんな。またアウトしよう、相棒。麻生理、お前死にそうだな。すげえ重要な場面で死んでそう。で、麻生理が死んだことによって主人公が弁護士に目覚めるみたいなことありそう。大体いいやつが先に死ぬからな。麻生理くんいいかな。これは教授、来てくださったんですか。おお、よかったわ、教授で。全然関係ない人だったらどうしようかと思ったわ。誰みたいな。貫禄ある知らないおじさんだったな。それより麻生理くん、今すぐ裁判長閣下の執務室に出頭した方がいい。裁判長、閣下先ほどからキクンを探していましたよ。キクンが急に弁護をかけてたもんですからね。今日の法廷の手続きが少々混乱しているようです。ちょっと難しいな。この紳士誰だろう。あ、俺は分かんないんだ。知らないおじさんなんだ。大学で見たことがあるような気もするけど。お、かわいい。この子は誰だい。ナオンか、麻生理のナオンか、もしかしてこれ。おいおいおい、ペコリ。気まずい。教授と呼ばれていた貫禄ある知らないおじさんと二人きりはすごい気まずい。気まずい。あ、こっち見た。失礼。はい、君が今日の被告人、なるほど、龍之介君ですか。優しい笑顔。そうであります。私は御子と御言葉友人。かっけえ名前。法医学の教授をしています。法医学なんだ。御言葉教授。麻生理から名前は聞いている。留学のために日本政府に掛け合って力を尽くしてくれたと。麻生理君が言っていました。君は親友だと。そういうことであれば君は知っておくべきことがあります。はい、何でしょうか。知っての通り、麻生理君は大英帝国への留学が決まっています。しかし、もし今日の裁判で負けたということになった場合、留学は祖国中止となり、二度とその権利を得ることはないでしょう。やめたら裁判。しょうがねえな。10年か20年か分かんないけど、俺入るよ、じゃあ。なんですって。
やはりどうやら君はそれを知らなかったようですね。思った通り麻生寺君はその真実を隠していたようだ。熱い男だなお前。念願の留学が決まってそれが中止になるかもしれないのに親友のために裁判やってくれたんだ。熱い男。でも一体どうしてそんなことになるのですか。数多くの候補の中から留学生を選定するのは我が国の政府。その権利を手にするのはそれだけ難しいということです。そんな。でも僕は本当にやっていません。殺人なんて。どうする。俺もうやれることといったらさ、その証人とか相手の検事とかをさちぎっては撫でるぐらいしかすることないんだけど、それを立証するのはかなり困難だと断定できます。何しろ今日の法廷は極めて特殊なのですから。何、もともと普通の裁判が分かってないからどう特殊なのかも分かんないぜ。え、どういうことですか。それは裁判が始まれば嫌でも分かるでしょう。すごいなんかアスレチックやってんのかな観客席がトランポリンみたいな、傍聴席がトランポリンみたいになってて、裁判長がおめでとうみたいな助けを着てるみたいな。これは特殊だ。お誕生日会裁判みたいな。君にみすみす有罪になれと言ってるわけではありません。しかし俺に言われてもどうしようもない気がするんだけど。裁判が始まってすぐ裁判長は弁護側にある質問をします。はい。君は誰よりも早くそれに私ですと答えなさい何、大丈夫それ。私です。あの、一体それはどんな質問なのですか。犯人は誰ですかとか、そういう、そんなわけないでしょ。でもなんかの手違いで一番最初の質問それだったらどうすんだよ。おしまいだぞ被告人。うわ、大法廷開廷の時間である。直ちに法廷に向かうように。おやおや、どうやら内緒話はここまでのようです。とにかくこれだけは言っておきましょう。麻生寺なんとかは今日の法廷に弁護士として立つべきではない。もちろん最後に決めるのは被告人である君自身ですかね。あ、ちょ待って待って待って、行く。今日の裁判もし負けてしまったら僕は殺人罪で有罪になる。そしてあいつの海外留学は取りやめになってしまう。こうして全く先の見えない状態でたった一度の裁判は始まった。一生忘れることもできない運命の裁判が。これが法廷。いや、もう冒頭から面白そう感がすごいのよねいきなりこう物語というか雰囲気に飲まれる感じいいよな。面白いや、もうこの時点で面白そうだもんな、このゲーム。ああ、大神、この国で最高に権威のある裁きの庭だ。なんだか傍聴席の様子が不思議な感じだな。軍服や制服を着た人が多いような気がする。本日この法廷は政府の命により極秘裁判に指定されている。え、極秘なんですか。極秘裁判。したがって一般には開廷を知らせず、傍聴人は軍政府関係者のみだ。え、どうして。今にわかる。それより集中しろ。なるほど、始まるぞ。かっこいい。うわ裁判長強そう。これより本法廷において、なるほど龍之介の指令を開始。検察側は準備完了しております。弁護側はもとより、審理に先立って一つ確かめておきたいことがある。弁護側は昨夜になって急遽代理人の変更を申請してきたが、はい、私が提出いたしました。本来被告の代理人は審理の2日前に決定するのが通例である。ここで最終的な確認をしておく。
本法廷において被告人の弁護を行うのは誰であるか。は？来た。これが最初の質問。この裁判で僕を弁護するのは誰かという質問だ。は？でもこの質問に私ですと答えるということは、あくまで弁護士は俺だっていうのか。行け。裁判長、確認の必要はありません。言うまでもなく、この審理、はい、この法廷で弁護人の弁護を担当するのはこの僕こと、なるほど、龍之介であります。なるほどね、俺が一応弁護士っていう定員であれば、麻生理はなんかこう助手的な感じですれば、弁護を担当するのは麻生理ではないから、もし失敗したとしても麻生理の留学が取り消さないってことか。さっき聞いたんだ、全部御言葉教授から。もし僕が有罪になったらお前の留学は取り消しになるって。残念だよ、貴様はこの俺を信用していないというわけか。弁護士としてこの裁判で負けるかもしれないってな。違う、決してそうじゃない。でも万に一つでも僕のせいでお前が、おう、しょんぼり麻生理、貴様なら必ずそう言う。だから黙っていたんだ。おう、呼び方を設置したぜ。よろしい。本日被告側の弁護は被告人自身が行う。そう了解した。いいんだ。アウチケンジは絶対出てくるんだな、チュートリアルに。位が高そうだけどな、アウチケンジ。被告人は罪を認めたようだ。弁護を自ら放棄するとはね。俺モノマネ下手なんだけど、唯一できるモノマネが逆転裁判のアウチケンジの ETR なんだけど、 ETR ですね。これだけ好評だから。でも今回声が違うかもしんないから、初代の方な。なんかあったら初代の青木先生の EDR を聞いてみてくれ。 EDR 似てるから。被告人の無罪を、無実を知る者は被告人自身、それだけのこと。そうだな被告人。そうでございますとも、と言ってみたものの、正直なところ被告人本人の頭の中はもう真っ白なんだけどな。でもやったかやってないかぐらい分かんじゃないのか。何でもいいが、その泳ぎまくった目を何とかしろ。たかが大学生風情のつまらぬ事件をこの誇り高き大シーンで死にとは。罪センスだ、ちょっと欲しい。まこと自説をわきまえぬ狼藉を働いてくれたもんですな。諸君も知っている通り、ここは大審の大法廷である。つまり我が国で最高峰に位置する法の2割にふさわしい審理が求められる。被告人よ。はい。被告にこの場に立つ資格がありゃなしか、それを問うとしよう。はあ。どういうこと？つまり貴様を疑ってるんだ。ちゃんとできるのかとな。まあ俺自身だわ、できるのかな。突然何も知らないけど、いけるか。それではこれより当事件について被告人に強く簡単に質問する。俺住居とか住宅の法律は結構できるけど、他のやつ知らないよ。はい。まずはこの事件の被害者の名前を速やかに述べてみる。被害者。さすがにそれはわかるな、事件があって何度も聞いたし。って、あれ？緊張のあまり出てこない。あの名前何だったか。いや、あるある。俺もさ、子供の頃映画館で、何歳ですかって聞かれて、生年月日答えてくださいって言われて、普段言えるはずのにさ、なんか言えなくてさ、大人料金取られたんだよね。あるある。なんか頭もしんなるよな、突然。分かりきったことなのに。その後、母親にめちゃくちゃ怒られたよ。貴様のことだ、もしかしたら頭の中が真っ白かもしれない。
さすがは親友。事件に関する情報は全て法廷記録の中に記載されている。法廷記録RB をして法廷記録を確認してみている。あ、そうに RB とはなんだ。そこに石様がうっかり忘れた情報も全て記録されている。 RB で法廷記録確認か。よし、やってみよう。なるほど、 RB ってなんだ。ああ、これか。こいつは証拠品の情報だ。 RB で関係者に切り替えてみてくれ。この中に被害者の情報あるはずだ。確認したら B で戻るといい。被害者、これか。ジョン H バトソン。この事件の被害者、大英帝国から有名大学に招かれた医学博士。事件に関する情報は法廷記録。こいつは覚えておこうだな。はーい。さあ、裁判長が待っている。答えを提示してやろうぜ。関係者を中から被害者を選んで Y で突きつける。試してみろ。はい、はい。被害者の名前は、いっそ、アウチ・タケツ氏ではないでしょうか。では、貴様の目の前に立つ、ちょんまげでメガネの男は誰だ。キャラ濃いよな、ちょんまげでメガネって。日系流殺法の免許改善としてのことか。めっちゃ強そう。江戸生まれを挑発しないことは切り捨てられるぞ。怖えあ、ちょ、ごめん。ちょっと、なんか場が厳粛だったからちょっと和まそうかと思ったんです。その様子ではとても弁護ができそうにないが。すいません。わかりました。はい、はい。待て貴様、何か適当なのを吐こうとしてるだろ。いいよ、よくわかったな。誰でもわかる貴様のその泳ぎまくった目を見ればな。その様子はとても弁護はできそうにないが。すいません、嘘です。はい、わかりました。はい、被害者は、その、ジョン・ H ・ワトソン教授です。多分、このジョン・ H の H がなんか、また変わってくるんだろうな。関わってきそうだよな、H が。さすがに自分の大学の教授の名前ぐらいは覚えてるようだ。おう、そうだぜ。帝都有名大学が今から3年前、大英帝国から招いた医学博士だ。そしてそれこそがこの事件最大の問題である。大英帝国、我が国にとって現在最も重要な外交関係にある国。最近長きにわたる交渉の末、新たな条約を締結したのは知っている。日英和親交換条約、日英和親交換条約。我が国で知られるものはありません。はそれを知っていながら英国人の命を奪うとはな。だから日本と英国で今なんかすごいこう仲良くしようねみたいな話をしてるときに英国人が死んでしまったって話か。しかも貴様ら両名とも帝都有名大学の学生ではないか。学びの園の死を殺害、恥を知るがよい。うう、やってないのに。本件はかの大英帝国からも注目されている重大事件である。だからこそこの大事件における迅速な判決が求められている。弱腰な日本政府がイギリスの顔色を見て尻尾を振っている。そういうことだ。強気だね。貴様はそのために用意された都合のいい犯人というわけだ。それがこの裁判が特殊である理由ということなのか。そうだ、我が国は一刻も早く誰かを処罰しなければならない。なるほどね。イギリスが怒ってるから早く犯人捕まえなきゃと思ってんだけど、まあ見つかんねえからとりあえずお前でいいやってことか。早く犯人であるお前を処罰したよーって、イギリス日本やったよーってことをアピールしようと思うね。被害者が英国人だからな。英国人、ジョン・H・ワトソン教授。
国とか条約なんてそんなものは関係ない。教授が殺害されたあの場所に僕はいたんだ。お、ああ、アソーディと飯食った気か。ああ、いつだね、レストランで。そう、留学が決まったって話だったな。あーで近くにいたのか。あの方は大学で見たことがある。確か英国から来た教授だ。お名前は存じ上げないけどご挨拶しておくべきか。大学の教授とかで名前覚えらんだよな、いっぱいいて。そして僕はあの時ワトソン教授の食卓へご挨拶に行ったんだ。これ難しいとこなんだよな。すげえ教授同士で和気あいあい話しててさ、いやこれ挨拶行った方がいいんだろうかとかさ、いや話してるし行かない方がいいのか俺のこと知らねえしな絶対なと思って、いやーみたいな。行ってお前誰みたいな顔されるのも嫌だしなーってみたいな。それでは次の質問に移るとしよう。あ、はい。医学博士ジョン・ H ・ワトソンはいかにしてその人を呼ばれたか。被害者の死因をこの大死因に示すように。ワトソン教授の死因、もちろんそれは、なるほど。法廷においてその発言は全て証拠を使って行われる。証拠を使って。教授の死因を示す証拠を探して突きつけるがいい、今すぐに。え、とりあえず交渉を突きつけていい。はい。被害者の死因を示す証拠はもちろんこれではないでしょうか。それはどういう根拠があっての発言であるか。根拠はもちろん法廷記録に書いてるからです。ちょっと待って、なぜそれを選ぶ。もっとそれっぽいのがあるだろ。アソーディ、お前冷静に俺のことを咎めるのやめてくんねえか。 まあそうだけど、すでに再び間違えたら切る。本当に親友か俺たち。すいませんでした。これによると銃弾による出血死です。遺体見聞記録ですな。見聞記録です。西洋、例えば大英帝国では変死体は解剖されるんだが、我が国では検察による見聞によって死因を判定してるんだ。なるほど、そういうことか。全然頭が入ってこない。ここに事件現場に撮影されたフォトグラフィーがございます。あ、フォトグラフィーってことね。ご覧の通り銃弾の周りが火薬で焦げついています。つまり被害者は至近距離から撃たれた、そう考えるべきなんです。つまりなるほど君の指からあのハンターハンターのやつみたいな感じでマシンガンが出て、それで釣られたってこと？あの原料だみたいな。よろしい。近代的な捜査による証拠として受理するものとする。あ、一応写真はあるんだね。いや、それにしても写真とかがない時代の裁判ってどうしたんだろう。これが写真。生まれて初めて見るな。隠し抜きだよな。ああ、そうかそうか。絵で描いてたのか。よろしい。質問はこの辺にしておこう。それではこれより審理に入るものとする。かしこまりました。それではまず事件のあらましをしていただくために、事件当時現場にいたものを参考人として召喚していたします。